少しの、数日間の航海の末、登山隊は南極大陸に降り立ちます。よいしょ、よいしょ。ペンギンがあなたたちを出迎えますね。なんか奇怪なものを見るような目であなたたちを見ています。なんか俺の半分ぐらいあるか、こいつら。もうちょっとあるんじゃないか。山岡さん、そのカメラ使って二人並んでる写真撮りましょうか？いい、いい、いい。俺もペンギンするな。いや、海遊館でこんなんおったな、そういえば。おったな。おったな。海遊館の話わかるか。さ、犬ぞりの手配が済んだ。早速向かおうか。はい。では、手配通りに南極調査隊の雪上車を借り、犬ぞりの犬たちと共に乗り込みます。見渡す限りの純白の大地を進む中 ちょっと待ってくださいね。見渡す限りの純白の大地を進んでいく登山家たち。数日の行程を据え、ついに南極横断山脈へとたどり着きます。南極の山々はおよそ全てが氷河に埋まっておりまして、まあ、南極ってこう大地の上に雪が降り積もってるんですけど、だいたい2000メートルくらい積もってるんですよ。わあ。へえ。なんで、ほとんどの山っていうのは全部雪の下にありまして、まあ、見えてる山っていうのも山頂がちょこっとだけ覗いてる感じなんですね。そんな山頂の頂だけが氷河の上にかろうじて突き出している山々が見れます。気候が苛烈さを増す中、さらに氷河を進み目標の座標へと向かう。どこまでも続いていく白銀の世界。そんな世界を見ながら、Q2 が口を開きますね。いやー、進めば進むほど人類の文明から遠ざかっていくな。ここは本当に手つかずの自然しかない。まさに神の聖域だ。かつてエベレストを登ったマロリーたちもここまで不安じゃなかっただろうな。と口に出します。マロリーというのは、まあ、ジョージ・マロリーという人物でして、エベレストを最初に登頂した可能性がある人です。というのも、これから山頂にアタックするという無線の通信を最後に、マロリー、山頂のちょっと下のところで死んでるのが発見されまして、彼が山頂を踏んでから帰り道で死んだのか、山頂を踏む前に死んだのかが未だに判明してないっていう、マロリーの謎と言われる登山界の謎の一つですね。へえ。マロリーたちもここまで不安な気分じゃなかったんだろうなって、こう、外を見ながら、月がちょっと遠い目になってます。そうですね。マロリーといえば登山家界では有名な話ですもんね。ああ、そうだな。ま、我々もマロリーにならないように注意しないとな。そうだ。気をつけなきゃ。ああ、登山は家に帰るまでが登山だ。こんなところですかね。では、数日後、目標の山脈、つまりは氷河に埋まっていない天を突んざく山脈に突き当たります。氷気山脈です。こっから先は雪上車では入れない。雪上車をそこに止め、犬ぞりで移動を開始する。犬ぞりでの移動目標は標高4000メートルまで。なだらかな斜面で危険地帯もなく、行程は順調でした。でした。でした。しかし、標高3000メートルほどに達した頃、異変が起きます。犬たちがうなり声を上げ立ち止まりました。見れば足がすくんでいる。何かに怯えているようで、山脈に向かって犬が吠え続けています。犬取りを操作してたコージーが叫びますね。おい、おい、なんだってんだ、なんで止まってんだ、おい、進めよ、おいって、もうペチンペチンってやってます。かわいどうそうしたやろ。んですか、コージーさん。動物虐待やぞ、こら。そうでいや、すよ。だってこいつらが急に止まりやがったんだ。おい、進めよ、おい。お前引け。いや、おかしいだろうね。なんで犬ぞりを俺が引くんだよ。俺のせいじゃねえぞ、止まったのは。犬たちが勝手に止まったんだ。本当だ。コージーさんちょっにと一怯えて止回、まったんじゃ。つけてみ、これ。四つん這いになって。はい、ゴー。いるか。でも本当に犬たちの様子おかしいですね。何があったんやろう。何に向かって吠えてるんや、こいつら。はい。
ではあなたたちがそうやって犬ぞりを降りて犬を見てますと、天草へ犬たちは何匹か自分でリードを食いちぎって猛スピードで元来た道を引き返していきます。待て、おい、マジかよ。おい、なんおい、おい、どこ、おい、山岡、おい、追いかけろ、おい、どこ行くね。デックス16の私でも追いつけない。犬にはちょっと追いつけないですね、雪の上だし。くそ、ワンチュール持ってくればよかったな。ワンチュール。ああ、おいおい、犬逃げちまったぞ。いや、俺のせいじゃないからな。俺のせいじゃないぞ。うん。絡んできた山岡が悪い。そうだ、通りしかいない。確かにコージーは食いちぎれんからな。リードは。おなんか、俺を犬扱いするの、なんかデフォルトになってねえか。みたいな漫才をしてますと、K2 が、まあ、こういう口を開きますね。うん。あ、まあ、どこ行っても仕方がない。みんな、出発の準備だ。標高がたかが1000メートル伸びただけさ。すいません。そうですね。確かに。ワンちゃんたちも、あまりにも山が高すぎて嫌になっちゃったのかもしれないですね。まあ、コージーのしつけが悪いだけだと思うけどな。いや、南極調査隊の犬ぞり借りたっつってんだろ。俺の犬じゃねえよ。俺んちの犬はもっと賢いからな。まあ、犬も山登ることまでは知らんかったんちゃうかな。確かに。うん、ここまでのギャラもらってません。え、今から山登んのってなったんかもしれんしな。3000メートル単位に来てからそう思うの。後から気づいたんちゃうかな。あれ、ちょっとおかしくない。おいおい、お前と一緒にするなよ。犬がかわいそうだろ。誰が一緒にすんな。さっきの仕返しだって言ってギギギって笑う。なんか二人とも犬に見えてきてちょっと可愛く思えてきた。じゃあ誰が犬だってコージは叫んでますけど、山岡さんも隣で同じこと叫びます。ハマってんだろうな。はい、ではあなたたちはそんな漫才を繰り広げつつも、登山の準備に入ります。さて少々お待ちくださいね。はい。ここから実質的な登山が開始されます。1日が経過するごとに食料が1個ずつ減っていきます。現在の標高は3000メートル。この上のマップの一番下のところですね。ここから1万メートルまで、標高差7000メートルの登山です。では、どういう風に山を登るかと言いますと、未登峰ナビゲートロールというものを使用します。詳しいルールは左の方に書いてありますけど、この上の方の簡易ルールをとりあえずご覧ください。未登峰ナビゲートロールでは、まず、天候の決定を行います。1日の初めに全員が幸運でロールをしまして、その幸運に何人成功したかによって今日の天気が変わります。全員成功した場合は、こちら。快晴無風。ペナルティも体力消費もありません。1人失敗した場合は、こちら。降雪。体力が1減るのと、ナビゲートと近く、ナビゲートにマイナス10、近く系にマイナス 20% のマイナス補正が入ってしまいます。2人失敗しますと、強風。体力が 1D3 点減少し、ナビゲート近く系運動系判定すべてに 30% のデバフが乗ります。30%。そして、全員が失敗しますと、こちら。猛吹雪。体力消費は 1D6 で、あらゆる判定にマイナス 50% の修正が乗ります。うわぁ、やべえ。はい。で、天候が決まりましたら、天候が決まって出発する場合、ナビゲートの判定に入ります。登山隊全員がデックス順にナビゲートのロールを行います。これは PC と NPC 全員含めるので、合計6回ナビゲートに成功すると標高を1000メートル上げることができるってことですね。で、このナビゲートに失敗した場合、アクシデントチャートというものを振ります。 1D10 でどんなアクシデントが起きたか判定をして、そのアクシデントを乗り越えることができた場合はナビゲートは成功した扱いになります。ほうほうほう。そして最後、停滞。その日の行動を中断して停滞をすることを選べます。1日の途中だとビバーク、1日の開始時および1000メートル到達時のに停滞する場合はキャンプを行えます。これをすると食料は減るんですけど、
体力の回復をしたりだとか、天候の振り直しができます。ああ、それは、大きいな。なんで、食料と相談しつつ、天候と食料をこう、比べ合わせて、頭付き合わせて、登るべきか、ここは留まるべきかを考えながら登りましょう。うん、で、もう一つ、重要な判定として、このナビゲートロールは肩代わりということができます。対象、次のナビゲート判定する人が同意した場合は、肩代わりをすることができまして、肩代わりをした場合は、まあ、ちょっと疲れとかもあるんで、その日すでに行った判定回数かける 10% のマイナス補正がかかりますが、代わりにナビゲートの判定をすることができます。ただ、こう、降雪とか強風とかで体力が減ってる場合は、まあ、2回目の人は2回目減るんで、そこら辺は注意してくださいね。まあ、ごちゃごちゃ言いましたけど、必要な判定は必要な時に再び GM からこれ振ってくださいって感じで説明されるんで、ありがとうございます。習うより慣れろで、とりあえずやってみましょう。はい。はい。ということで、初日、天候決定ロールです。皆さんのチャットパレットの上の方にある幸運、避けてあるんで、その幸運の判定を3人とも行ってください。幸運。あー、怖え。怖え。スタートだ、スタートだ。よし、先方無能振ります、幸運ロール、はい、おー、よし、29、はい、成功。次方、行きます。はい、成功。おお、山はカメラ行きます。よし、成功。やったー。うわ、快晴無風です。いや、幸先がいいな。山に愛されてるような。どうする、登るかい。登りましょう。これは登ろう。うん。はい、行こう。ということで、では次、ナビゲートの判定に移ります。デックス順で判定しますので、一番最初は、姫ちゃんですね。はい。なんで80もあるのに失敗するの？はい。このナビゲートっていうのは、まあ、一番先頭で、まあ、この山って登山道とかもちろんないので、こっち航空写真とかを見つつ、どのルートが安全かどうかを考えて、まあ一番先頭の人は雪の除雪とかもしながら、道を作っていくって感じですね。で、ナビゲートの判定に失敗してしまったので、1D10 のアクシデント表をどうぞ。うわぁ !1D10! 何が出るかな。いやぁ、ワクワク、ワクワク、ワクワク。8、ああ、8ね。はいはいはい。では、8番はこちら。道迷い。予定のルートから外れてしまった。一度引き返し、再度ルートの設定をし直す必要がある。強制的に停滞となります。が、今回の判定者、姫ちゃんが即座に 1D3 点 HP を減らすことで、停滞を回避して再びナビゲートを姫ちゃんが振ることができます。どうしますか？どちらを選びますか？幸先って言ったばっかりで停滞するわけにはいかねえんだ。でもなぁ。回線の時に行きたい感はあるけど。そうだよね。まあ、次のあずなちゃんが、この道、大丈夫？予定のルートから外れてないかしら。あ、そうかも。ちょっと、もう一回、やらせて。そうね、まだまだ体力には余裕があるわ。晴れてる間に登りたいわよね。うん。では、1D3 か。はい、1D3 を振ってください。1! おー、少ない。おやすみ。では、HP を1点減らして。はい。やり方わかります？減らした。だね。はい。では、再びナビゲートの判定をすることができます。はい。今日2回目なので、マイナス10が乗りますね。あ、なるほど。70です、目標値。ってことは、肩代わりもできます。ナビゲートで、で、うん、それ、マイナス10で普通に判定でいいんですかね？この80の横にマイナス10って入れて送信したら、そのまま70目標デッチで振ってくれます。マイナス10。おぉ、結構したー。はぁ、あ。いや、これドキドキするな、毎回大好き。はい。では、姫ちゃんは今度は道に迷わずに、サクサクと正しいルートを進んでいくことができました。あ、なんだ、こっちか。ごめん、みんな。大丈夫？おじさんよりうっかりしてるけど。
でかいのに前見えてへんのちゃう。違う、マップを真逆で見てたみたい。それ致命傷じゃん。致命傷。逆によくここまで登れてたわね。もう間違えないから大丈夫。あ、そう。でもあなたは今日の分はちゃんと働いたわ。次は私に代わってちょうだい。はい。言って次、あずさが前に出てきます。で、あずさナビゲート振ります。はい、成功。おぉ。で、あずさも、そうですね。全然こう、なんだろう。めっちゃ信頼できる確かな足取りで、サク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 っとルートを作っていきます。みんな、こっちよ。あずささんは信用できるな。安心と安定のあずさちゃん。かっこかわいい。もう、ちゃがさないの。ほら、次はあなたの番でしょ。って言って、じゃあ、山岡の方に変わりますね、戦闘。よし。みんな、俺に続け！おー、成功成功。なんかどんな感じとかあります？もう、我先にと、ランバーに、こう、ずけずけと胸張りながら進んでいきます。おいおい、大丈夫か？お前身長タッパ足りねえんじゃねえのか？除雪ちゃんとできるか？って後ろ、次の出番のコージーからヤジが飛んできますね。うるさいな！雪に埋もれないように気をつけてね。ちっちゃいの分かってんだよ。すごい、あいつ、モグラみたいやん。ゴーって。沈んでへんねん。ああ、安心しろ。ちゃんと後続の分の道は俺が広げて進みながら行ってやるからな。ほんまか、それ。信じていいやな。まあ、コージーさんの方が多少は背高そうだし。人種の差もありますからね。ああ、でもお前もなかなかやるじゃねえか。ほら、変わるよ。次は俺が前を行ってやるってコーチが言いますね。次の手番。これで失敗したら恥ずかしいぞ。まさか失敗するわけないよな。当たり前だろ。俺様誰だと思ってる。一流のアルピニスト、コージーオスコー様ら。見ろ、これが栄光に続くコージールートだ。お、成功した。オッケー。おー。ほら、進め、こっちだ。俺の後に続け。俺の後に道はできる。と言ってこう。コージーがタタタタタって進んでいくんですけど。キャー、コージー様かっこいい。まあ、あなたたちいけてるぞ。まあ、あなたたちはプロの登山家なんで、まあ、コージーがルート作れたの運が良かっただけだなってことは後ろから見てるだけでわかります。まあ、うん、良かった良かった。まあ、こんなもんだろう。ほら、交代だ。って言って、ほら、おとなし、行けよって言われますね。あ、うん、ありがとう、コージーくん。頑張ったね。あ、これぐらい俺には訳ないぜ。なんなら肩代わりしちゃってもいいか？わかったわかったわかった。ちゃんと振るから大丈夫大丈夫。そっとしといて。わかってんな。じゃあ、おとなし振ります。ナビゲート。はい、うぅー、うぅー、では、1D10 のアクシデントチャート。はい、振ります。よいしょ。はい。4番は、OK。4番は、クレバス。氷河の裂け目、クレバスだ。落ちればただでは済まない。しかしその多くは雪に閉ざされて発見困難だ。幸運に成功した上で目星に成功すれば発見できる。じゃあ、まずは幸運ですね。これは、ちょっと待ってね。全員かな。全員？全員が幸運に成功失敗して、判定して、誰かが成功できれば発見できる。ああ、よかった。なるほど。では全員幸運どうぞ。幸運。85の女を、見ろー。よし。えい。どうだ、成功。成功、続き。いけ、よし。あ、OK、よし。じゃあそうですね。まあ、戦闘進んでるのおとなしだから、おとなしかな。おとなしは進む先に、クレバスがあることがわかりますね。こうまあ、雪山でやべえやつの一つでしてクレバス。まあ、地面の裂け目なんですけど、上に雪が降り積もってると見えないんですよ。うんうん、だからこうなんか、運が良いか目が良くないと落ちてしまうと、もうちょっとで落ちるところでしたね。この道はこっちであって、うわ、クレバスあるやん、危なうわ危なかったな。山岡くんやったらすっぽり行くとこやったな。いや、全員すっぽり行くね。ちっちゃいからな、彼。特にちっちゃいからな。小さ関係ないね、このクレバスは。ああ、本当に落ちなくてよかった。では、ルートはこの先だ。クレバスを越えなくてはならない。となるんですけど、装備 B だったら、
このクレバスをジャンプで越えなきゃいけなくなるところなんですが、あなたたちは現状装備 A です。うん、このクレバスをまたげるだけのはしごを持ってきています。はぁ。あ、じゃあ今、はしごを出そう。で、鉄血がはしごを出してくれますね。で、こうなんか、映画とかで見たことあるかもしれないですけど、こう、上にかかってるはしごの上を全員順番に渡っていくあれですね。めっちゃ怖いやん。あ、先頭はおとなしくん、どうぞ。マジか。あー、久しぶりやな。もう、消防隊入った時はこんなのまああったけど、下見ようにしよう。あー、よっこいっせと。はい、通りました。次の方はどうぞ。じゃあ次は僕がって感じで全員このアクシデントを突破することができました。ああよかった。成功ですね。ヒヤヒヤしたわ。あー危なかった。ああじゃあ最後は僕が行こうか。そしてケツが前に立ちます。ケツナビゲート振ります。成功です。99 100番以外。まあ天候が晴れだったら失敗しないですね基本的に。うん、めちゃくちゃ安心できる。すごい。そうだな。正しいルートはおそらくこっちだろうって言って、K2 がすげえ、そうですね。後ろから見てるだけでも惚れ惚れする感じのルート工作でサク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 進んでいきます。迷いがね。K2 さん。やだ、コージよりイケメンじゃん。いやいや、まあこれぐらいはね。かっこいい。かっこいい。はい。ということで、あなたたちは全員、ナビゲートの判定に成功しました。高度が1000メートル上がって4000メートルに到達します。4000メートル。イエーイ。やったー。いや、嬉しいなぁ。なんとか。はい。では4000メートルで、一旦キャンプを張ることになりますね。では忘れないうちに処理をしておくんですが、食料が1個減りまして、うん、体力が減ってる人は 1D3 の A 装備で倍なんで 2D3 点 HP が回復します。まあ1点しか減ってないんで自動全回復ですね。はい。全回復。さて、ではですね、4000メートルでのキャンプ、どんな感じで行動するとか過ごすとかありますかね。まあ基本的には食事をしたりとかってシーンになると思うんですけど、そうですね。登山食って基本的にこう軽くてかさばらなくて栄養価の高いもの。うんうん。それこそこう乾麺とか。麺とか、そうですね。なんかカロリーメイトみたいな携帯食とか、うんうん。ここら辺が基本なんですけど。まあ水で戻す系は周りに雪がいっぱいあるんで。ここら辺は食べれるからそこら辺のレトルトとかドライ食品とかが基本なんですけど。うん、これは TRPG なんで好きなもん持ってきて食って大丈夫です。おー。おこう、工事はクソ高い、メタルだけでクソ高いとわかる缶詰みたいなのいっぱい持ち込んでますね。パスタとか持ち込んでますね。じゃあこの兵庫から取り寄せたタコワサを。おまそれえなそれなえなななんだそれってコージーが聞いてきますね。もうボリボリ。わさび知らんわな。えタコワサ知らんの。食いもんかそれ本当に食いもんか。えこれ美味しいんですよ。美味しいでこれ食うてみほら。いや。え、じゃあ、と言って口入れた瞬間、ああうーってなりますね。なんだこのくにゃっとしたやつは。え食ったことないぞ。お前は今関西人すべてを敵にした戦争や。よし、切れ持て。いや、待って、お前、俺に何食わせたんだ、マジで。なんだ、エイリアンか。タコ知らないんだね。タコ噂じゃ。まあ、死にませんから。安心しろ。コーチの頭の上でアルファベットのタコワサって出てきますね。意味がわかんねえ。なんだそりゃ。まあ、坊ちゃんにはお口に合わなかったみたいだね。ああ、まあ、確かにな。そういうところはあるわな。まあ、俺確かに貧乏性も確かに下には合わねえわ。よく考えてみたら。食ったのが間違いだったわ。すまんな。まあ、ええわ。今度関西来た時、美味しいとこ案内してるから。とか言ってまたこのエイリアン食わせるつもりだろう。バレたか、クソ。たこ焼き食わそう思ったけどあかんかった。いや、エイリアンの美味しいやつがあるんや。ああ、エイリアンはどう調理してもエイリアンだろうが。もう料理でこの食感はごまかせねえぞ。やがましい、お前調理したろうかから。
やば、怖っ。この登山隊怖くねえか。まぁちょっと賑やかなところ。食材扱いしてくるやつがいるんだわ。賑やかなところ、ちょっと申し訳ないんやけど、狂気山脈についてちょっと調べたことがあって、ぜひ、まぁこの場で情報共有しとこうかなと思って、まぁみんなもわかる通り、十分気象条件が、厳しい。まあ、コロコロ変わる。まあ、山やし、急に吹雪いたりとか、いろいろあると思うんやけど、うん。うんうん。この山、6000メートルあたりから雪がなくなるみたい。え？で、こっから先が、その、ものすごい、登攀技術求められる、聞いたことあるんかな？グレートブラックウォールっていうのが存在するみたいで。うんうん。確か、9000メートルにあるという崖だね。そうね、そのあたりから、9000メートルあたりから、一気に難しくなる。から、まあ、これは、ちょっと気引き締めなあかんなと思って。そうだな。最後の最後に大きな関門が控えてるということだ。知っといた方がいいやろうと思って、まあ、この場を借りて、情報共有させてもらいました。うん。ありがとう。助かるよ。すごい。ちゃんと調べたんだね。偉いね。まあね。頭、撫でてあげようか。よしよし。子供はつけずな大人やで、ね。山岡はそんな感じでちゃんと情報収集してきたんだな。で、そっちの二人は何か調べてきたのか？活字読んでたら寝ちゃいました。すいません、ちょっと最近耳遠なってきたんすよ。あ、そんな被りもしてるからじゃねえのか。いやかもしれませんな。わしもな。じゃあ、そうやって聞けるコージーは調べてるってことやんな。これは、あれだ。あれだ。あれなんだ。うん、あれだからな。あれだ。ああ、なるほど、あれか。なるほど。いや、立派やな、コージー。すごいな。あれしてるのか。あれしてんねんな。おお、あれだからな。あれだったんだ。今度は、あれや、今度こっそり教えてもらおう。失敗してるな。はい。みたいな話をしてますと、ちらりとテントの外の、景色というか、まあ、天気を伺ってた K2 がですね、あなたたちに声をかけますね。おい、外に出てみろ。すごい空だと。と言います。はぁ、あ。はぁ、あ。出ます？すごい。出ます？外出ます？いや、テントの中ですごいと言ってないのか。そうだ。ちょっと怖いな、この二人。いや、イマジネーション。投資能力。何が見えてるんや。はい、ちょっと出てみようかな。行こうかな。じゃあ外に出ますと、そこには、一面のオーロラが出ました。わあ、素敵やん。それに合わせて、あずさがですね、全員分に、コーヒーを入れてくれます。で、みんなにコーヒーを配りますね。ありがとう。ありがとう。じゃあ、あずささんすごい素敵。あったまるわ。うん、こんな綺麗な空だもの、飲み物ぐらいは揃えておきたいわよね。うん。うん。ああ、まったくだ。こんなに美しい夜空は初めて見たよ。というと、ケビン、K2 はゆっくりと語り始めます。なあ、みんな。今、ここにいる私たちは幸運だ。そうは思わないか。登山家たちにとっての栄誉は数あれと。やはり、世界最高峰、人類初登頂、これに勝るものはない。エドモンド・ヒラリ、天神ノルゲー、あるいはジョージー・マロリーかもしれんが、彼らが初めてエベレストに登った時、その栄誉は二度と他の者には手に入らなくなってしまった。そのはずだった。しかし、今になって新たにエベレストを超える前人未到の世界最高峰が発見された。こんなチャンス、後にも先にも二度とない。これ一回きりだ。登山家にとってこんな幸運なことがあるだろうか。と言ってますね。あ、笑ってる。あの方々たちもこんな気持ちだったんだろうな。そうですね。さっき K2 が言ってたエドモンド・ヒラリーと天神ノルベイっていうのは、まあ、公式記録で一番最初にエベレストに登った人たちですね。ちゃんと記録が残ってる人です。うん。この景色はしっかりカメラに収めさせてもらおうかな。ちゃんと私たちのことも撮ってくださいね。任せろ。有田も、あいつも、この景色を見たんかな。
トモ君と言って有田のライターを有田からもらったライターをチラリと見ます。うわ。はい。ではこのタイミングでですね、コージが口を開きます。いやー、それもこれも第一でアタック隊が失敗してくれたおかげだな。お前も失敗するか？おい、なんだよ、そんな怖い顔して。いや、そうだろ？その通りだろ？あいつらが失敗しなきゃ俺たちに順番は回ってこなかったんだ。違うか？まあ、確かに、それは、そうやけど。うん。言い方、もうちょっと考えようや。そうだよ、言葉のチョイスが。コージの言う通りや。あいつは、俺に、この山を登る機会をくれたんや。だから俺が助けなあかんねん。俺が必ず見つけ出さなあかんねん。言う？俺が、必ず。そうだ、あ、おとなしは確か第一登山隊の、なんだっけ、友達の遺体を回収しに来たんだったか？ああ、そうです、そうです。うん。有田っちゅう。うん、そうか、そうか。死体って。まだ、まだ生きてるかもしれない。言ってあなたって結成してからオーストラリアに来るまで1ヶ月経ってますからね。あ、なるほど。大丈夫、大丈夫。はい、あいつなら雪だけでなんとか。うん、そうか。まあ、どんなやつかは知らねえが見つかったらいいな。うんうん。ありがとうございます。ちゃんと見つかったらいい。まあ、ただ俺が登るのは足は引っ張んないでくれよ。一番足引っ張りそうなのにな。そういえば、コージ君なんかその、第一調査隊についてなんか知ってたりせえへんの？君のなんかその、あれやから。あ、が。俺はあれがあれだ、あれだったから、あれだったんだから、調べてねえな。ああ、そうか。もうこいつに聞くんやめよ。うん。まあまあ、そうだな。夜も冷えるし、そろそろ寝ようか。明日からが登山の本番だ。みんな頼むぞって言って、こう、ケイツがこう、まあまあって感じで。まあ今日はもうこれぐらいにしとこうよって感じで入ってきますね。よし、じゃあ、俺らも寝るか。うん。うん。寝よう。ではあなたたちは、テントへと戻り、ぐっすりと就寝することでしょう。ではここで一旦ちょっと休憩挟みましょうか。5分間ほど。はい。はい。はい、いやー、いつまでこの和気あいあいさが続くのか、だな。そうだね。知ってるか？これってまだ4000メートル級のところなんだぜ。半分も行ってないからな。うん。まあ、序盤だからこんなにふざけられてるみたいなとこあるな。うん。いや、なんか K2 どうなんだろうな。見つかるといいな。ああ、いや。あれ、見つかるといいなって言ったのって、コージーさんじゃないの？あ、コージーさんか。そっか、K2 さん。なんか、メンタル大丈夫かなって感じはするけど。なんか、すごい遠い目してる時あるし。さらに上を目指そうって言って、うん、そのまま宇宙の方に。あ、んでもこの三人も一緒にちゃんと登頂したいね。うん。うん、thank you.